だから甘いもの食べたい人ね、別に食べていいんですよ。ポカリスエットとかアクエリアスとか保水液みたいなのですね、ダメですね。虫歯になるからといって、チョコを控えてる人や子供に甘いものを食べさせないようとしてる人って結構いると思うんですけれども、あれ全く意味ないんですよ。むしろ制限することによってストレスが溜まってかえって食べたくなったりしてしまいます。糖は脳の栄養といってで、まあ、適当な言い訳をして、それで甘いものをいっぱい食べてる人なんかもいるかと思うんですが、こういう人に限ってちょこちょこ甘いものだったりとか甘い飲み物を飲んだりしてる傾向があります。またご家庭で子供に甘いものを食べさせないと、こう虫歯予防をしてなるべく食べさせないようにってやってる人ほど、子供ってですね、外で結構食べてくるんですよね。かえって知らないところでお菓子を食べる行動が増えてしまったりすることもあるので、これもまたね、要注意になってきます。今回はですね、なんでチョコが虫歯にならないのかっていう話をねしていきたいと思います。話す内容としてはね、こちら虫歯になる、まずメカニズム、虫歯になりやすい人の特徴、なぜチョコを食べても虫歯にならないのか、私がやっている予防法について話していきたいと思います。皆様こんにちは、福岡市博多区徒歩3分のところにあります村歯科クリニック理事長の村津大地です。歯は臓器、歯があるの当たり前、社会を作りたいということですね。皆さんですね、甘いものね、好きだと思います。私もですね、とっても大好きですね。子供の時はよく食べてました。まあ今でもね、結構食べてたりするんですけれども、やはり虫歯がなるんじゃないかなって結構気にしてる人もいっぱいいると思います。僕もですね、甘いものを食べると、ああ、虫歯になるかなとかね、なりたくないなと思うんで、やっぱちょっと罪悪感があったりっていうのもあるんですが、そういったところで話していきたいと思います。何かね、わかんないことがあったらぜひね、コメント欄に書いてね、質問していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。まずね、虫歯になるメカニズムなんですけれども、これはですね、お口の中にいる虫歯菌ですね、これミュータンス菌っていうんですけれども、このミュータンス菌がですね、虫歯を作る原因になっています。なんで虫歯になるかっていうと、実はね、甘いものをミュータンス菌もですね、食べます。食べたことによってこのミュータンス菌がですね、酸を出します。酸が出ることによってお口の中が酸性に傾きます。これによって歯がね、溶けていってしまいます。甘いものを食べるから虫歯にすぐなるのではなくて、甘いものを食べることによってミュータンス菌が活性化して、その結果酸を作ることで歯が溶けていくっていう現象ですね。これがね、虫歯になるってことになります。酸っていうものに対してね、やっぱ歯ってとても弱いので、これがね、虫歯になってしまう原因になってきます。虫歯になりやすい人の特徴は何かっていうところなんですが、歯自体に問題がある方もね、中にはね、います。生まれつきだったりとか、ちょっと遺伝的な問題があるので、今回はちょっと一旦省くことにしますが、特に食生活においてですね、結構ね、影響出てることっていうのは多いですね。一番何かっていうと、やっぱね、お察しの通り、甘いものをどれだけ食べてるかっていうことですね。一回にいっぱい食べる量の問題なのか、それとも、ちょこ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 食べている回数の問題なのか、1回に食べている時間が長いっていう時間の問題なのかっていうですね、3つですね、ポイントがありますが、結論からいくとですね、虫歯になりやすい人は回数と時間の長い人になります。1回の量が多い人はね、これ別にそんなに虫歯になりやすいわけではないんですね。虫歯になりやすいのはちょこ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 つまみ食いをする人、もしくは甘いジュースなんかをちょこ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 ずっと飲んでる人なんかはですね、虫歯になりやすいですね。飴とか、一旦に口の中に入れてる時間が長いものですね。こういったものをですね、食べてる方なんかはね、虫歯に非常になりやすいので、回数と時間、トータルどれくらい甘いものが口の中にあるのかっていう時間を意識されると、結構いいんじゃないかなと思います。これはね、長い人っていうのがやっぱ虫歯になりやすいんですね。タイトルでもちょっと話しましたけれども、なんでチョコを食べても虫歯にならないのかっていう話なんですが、これはもう結論、先ほど話した内容に近いんですけれども、回数と時間なんですね。チョコレートを1日1回いっぱい食べるとして、じゃあそれで虫歯になるかって、これね、実はね、なりにくいんですね。だから、甘いもの食べたい人ね、これ別に食べていいんですよ。虫歯でね、予防ねしたい人はね、別に無理に我慢しなくてもいいんですね。お子さんにですね、虫歯になりたくないからって言ってね、我慢させてる人もいるかと思うんですが、それはですね、かえって良くないんですね。なぜかというと、子供ってのはね、甘いものね、覚えます。幼稚園、保育園でおやつが出たりとか、お友達の家に遊びに行って覚えたりとか、小学校に行くとですね、やはり行動範囲が広がります。こういったところでね、隠れて食べるようになるんですね。大体そういう時に限ってもダラ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 食べたりすることがやっぱり多いので、おやつに対してね、外で食べるんだってなると、そこでがっつり食べたりすることも結構あったりはすると思うので、逆にちゃんと家でですね、食べさせてあげた方が僕はいいと思います。甘いものはこの時間だよ、もう3時のおやつだけだよって、3時のおやつでしっかり食べる。
っていうのがあれば、別にお菓子に対して甘いものに対してそこまでものすごく貪欲にはならないですね。もらえるんだって思うので、子供としてはまあ食べれるんだったらっていうので、あまり外でもねがっつかないと思います。で、反対にやっぱりあんまりあげちゃいけないんだと思ってね、抑えてる人の方がかえってね、子供って外で食べたくなったりするので、あとね嘘ついたりとかね隠れて食べたりするのが一番嫌なんですよね。なのでちゃんと食べる時間っていうのね、一緒にね勉強した方がいいと思いますね。ご飯を食べた後のデザートとか3時のおやつみたいな感じで、ここで甘いもの食べるんだよっていうちゃんと習慣をつけてあげた方がいいですし、甘いものにもいろいろ質があります。口に残りやすいもの、ね、口に残りにくいもの、例えば甘いものでも果物とかだったら別に僕はそんなに虫歯リスクが高くはないですね。逆にものすごく高いものというとね、これキャラメルとかですね、ハイチュウとかいったものです。食べたら口の中にこう入り込みますよね。入り込んで歯の溝なんかに残ったりして長くあります。飴とかですね、キャンディ、これも口の中には長く甘いですね。それよりか例えばねグミとかの方がまだ飲み込みやすいですね。ですし歯の中に入ったりしにくいので、噛んで食べて甘いんですけれども結構スルッと飲み込めてしまって口でのね残留が少ないですね。であとはやっぱどうしてもお菓子もね歯の中にはまりやすかったりするので、できれば果物とかお芋とかそういったね口の中に残りにくさっていうのをねちょっとね一つ考えてみるといいんじゃないかなというふうに思います。私がやってるね、予防法っていうのがあるんですが、これね、もうめっちゃ簡単ですね。僕もね、甘いもの大好きなので、よく食べます。よく食べるんですけれども、必ずやるのがね、口の中をね、結構ね、ゆすぎます。食べた後ね、やっぱ、ぐちゅ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 っと、ゆすぐ。これをね、やることによって、口の中の糖分がね、減ります。ミュータンス菌の餌がね、まあ、なくなります。長くとどまることが、酸を作っていくことになっていくので、食べてすぐに糖分を流してしまえば、そんなに虫歯のリスクっていうのは高くないですね。お子さんでもですね、例えば何か甘いものを食べた後に、うがいをさせるっていうね、習慣をつけさせるだけでもね、全然予防リスクが減ります。盲点になりやすいんですが、ジュースの後もね、これね、虫歯になります。ジュースを飲んだ後なんかも、ちょっとお水とかでね、うがいをさせた方が、これね、絶対に虫歯の予防になっていきますので、食べ物だけじゃなくて、飲み物でもね、これ気をつけてください。特にね、小さいお子様ですね、お持ちの方なんかはですね、まあ、やっぱりなるべく子供に水分を取らせてあげたいっていうことで、お水とかお茶以外にもですね、ポカリスエットとか、アクエリアスとか、ああいったね、保水液みたいなのをですね、飲ませる方もいるんですが、これねダメですね。やっぱり赤ちゃんっていうのはうがいができないので、絶対に砂糖の入っているものはねあげないようにしてほしいですね。うがいができるようになってからジュースなんか飲むようにした方がいいので、ここだけはねちょっと皆さん覚えていただけるといいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はねチョコを食べてもね虫歯にならないっていう話でしたけれども、まあ、結論からいくとですね、まあ、ダラダラ食べるのは良くないんだけれども、短くてそしてうがいなんかするとこれね本当にならないですので、まあ、ぜひね参考にされるといいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。